ウィリアム・ S ・バロース初期のバロース加算機、カルキア・レイティング・マシンの特許ウィリアム・シュワード・バロース一世は、アメリカ合衆国の発明家で、コンピュータメーカーバロースの創業者である。バロースは1857年1月28日に、ニューヨーク州ロチェスターで公院の子として生まれ、子供の頃から機械に触れていた。彼が幼い時に、一家はニューヨーク州オーバーンに移り、 彼とその兄弟は、そこの公立学校で教育を受けた。彼は1879年にアイダセルバーと結婚し、2二女を設けた。このうちのモーティマーの子が、小説家のウィリアム・エス・バローズである。1882年に彼は、銀行の公員として働き始めた。勤務時間の大半が預金の元帳の確認だった。その頃から、バロースは、加算機を作成して、 問題を解決することに興味を持ち始めた。銀行には初期の加算期がすでに存在していたが、経験の浅い行員が操作すると、誤った、時にはとんでもない答えを出してしまうことがあった。事務員の仕事はバロースが希望するものではなかった。彼は機械いじりに対する自然な愛と才能を持っており、彼にとって事務としての生活は退屈で単調なものだった。 銀行での7年間で彼は健康を損ない退職を余儀なくされた。1880年代の初めにバロースは医師から温暖な気候の地域に移るよう勧められてミズーリ州セントルイスに移り発明家ジョセフ・ボイヤーのボイヤーマシン社で職を得た。新しい環境は彼にとって魅力的で彼が心に抱いていたアイデアを実現するのを早めることとなった。 ボイヤーマシン社の工具により、彼は加算機の最初の概念を具体的な形にする機械を得た。ここで彼は事務作業の単調さを緩和するために設計されたカルキアレイティングマシンを発明した。1890年までにこの機械は銀行業界で有名になり採用が広まった。彼は1886年にアメリカンアリスモメータ・カンパニーを設立した。 彼の死後の1904年、パートナーのジョセフ・ボイヤーは、社名をバロース・ワッシング・マシン・カンパニーに改称した。同社は1953年にバロースとなり、1986年にスペリーを買収・合併してユニシスとなった。彼は死の直前にフランクリン研究所からジョン・スコット賞を授与された。死後、全米発明家電動に電動入りした。 バローズは1892年に電気目覚まし時計の特許も取得した。彼はアラバマ州モービル軍のシトロネルで死去し、ミズーリ州セントルイスのベルフォンテーヌ墓地に埋葬された。ありがとうございます。